アンハルト・ベルンブルク公尺家の紋章アンハルト・ベルンブルク公尺領、アンハルト・ベルンブルク公国は、新生ローマ帝国、ライン連邦及びドイツ連邦に属した両方の一つ。1252年から1468年まで、また1603年から1863年まで、存続した。1863年、統合されたアンハルト公国の一部に組み込まれた。 アスカーニエン家の生員が代々の統治者であった。首都はベルンブルクに置かれていた。アンハルト・ベルンブルク公領は1252年のアンハルト公領の分割相続に際して創設されたが1468年に公爵家の男系が絶えるとその所領は本家筋にあたるアンハルト・ゼルプスト公爵家に改修された。1603年アンハルト公家では 再び大規模な分割相続が行われ、所領はアンハルト・デッサウ、アンハルト・ベルンブルク、アンハルト・プレッツカウ、アンハルト・ツェルプストに分裂した。アンハルト・ベルンブルク公領からは1635年、アンハルト・ハルツゲローで公領が分裂したが、1709年には統合されている。1718年にはアンハルト・ベルンブルク・シャウムブルク・ホイム公領が分かれたが、 アンハルト・ベルンブルク公爵家はホイ・ム・公爵家に所領を分与したものの、総主としての地位を保った。ベルンブルク公領は1806年にライン連邦に加盟し、1812年には公国に昇格した。1815年からはドイツ連邦の構成国に名を連ね、1847年には相続人の絶えたアンハルト経典公国の領土を併合した。 1863年にアンハルト・ベルンブルク公爵家が断絶すると、その所領は本家筋のアンハルト・デッサウ公爵家に相続され、同家はデッサウを首都とする統合されたアンハルト公国を創設した。ありがとうございます。